こいつでどうだい。あー、これはいい。見事な目利きです。水越さんから俊くんが苦労してるって聞いて気になってね。これは基本的なやり方だから真似しても美味しくなるとは限らないよ。そこはやっぱり感性だから。うちの親父は大学教授でね、一流しか認めない人だった。寿司屋に行った時、マグロは本マグロ以外認めない。キハダなんか所詮ツナ缶の材料だ。だからお前も本マグロになれって言われたよ。俺はそんな親父に反発してね、大学にも行かず寿司屋に就職したんだ。この俺も認めてくれるはずだって思ったんだけど。すいません、もう乗れましまっちゃう。キハダのスケを。はい。俊くん、いや、自分の握りに集中するんだ。神田官兵衛、磯村慎二さん、どうぞ。それでは、用意、始め。さあ、最後に中央に細工寿司が置かれました。できました。磯村さんのマグロ尽くし、審査員の皆さんに召し上がっていただきましょう。